隊神戸の港千年のこもごも合同取材会に出席した南野陽子、左と月田秀夫女優の南野陽子57が1日兵庫県西宮市内で行われた舞台神戸の港千年のこもごも12月7日兵庫県立芸術文化センター阪急中ホールの合同取材会に出席した。劇作家月田秀夫57の作演出で夫婦南野大谷亮介の会話を軸に大輪殿の泊兵庫の津神戸港と変化していく中で暮らしてきた人々の時間をオムニバス形式で描く。ドラマ半沢直樹で役者としての月田と夫婦役で共演した南野は撮影初日がこういう並びの記者会見の場面思い出して緊張しています。最初は黒い衣装を考えていたけど土田さんも黒だとドラマ撮影と同じになるからピンクにしてきましたと笑った。その共演が縁で2022年土田の作演出の朗読劇アネトに出演。今度はお芝居でやりたいとおっしゃってくれて台本を読んだら本当に面白くてどんどんページをめくるのが早くなっていった。多くの人に見てほしい。上演がなぜ一回こっきりなのかってブツブツ言ってるくらいと唇を尖らせた。自身は兵庫、伊丹市出身だが学校も中学から神戸に通っていて兵庫県出身が自慢だったりするそう。神戸の思い出を問われ父とのデートが神戸港だった。昔のディズニーの映画とかが来た時だけは父とドライブで神戸で映画を見てパフェを食べさせてもらってと解雇。土田からこれじゃあ記事が全部父とのデートになっちゃう。吐息でネット。暗い響きと南野のアイドル時代のヒット曲にかけて突っ込まれて吹き出していた。